まあ、退場者も出てしまいましたし、でもしっかりと勝ち点は取れたので、まあ、そこはポジティブに考えられるかなというふうに思いますね、はい、神戸も最後の最後ですからね、点取ったのは、はい、なくなりますけどね。さあ池田が中央に進入する、パスチャンスだ、大橋、さらにこぼれ球、池田が拾って、池田ヒールパス後ろからシュート、町野です。チョン・ソンリョン、ビッグセーブ。本当ですね。さらに寄ってきました、旗河野がそこを気にしてますが、入れてきました。ファーサイド、ヘディング、また町野、2000連発町の領域展開、先手を取りました。アウェーチーム湘南ベルマーレ、球一つ前に出しましたね。ボールも良かったですね、作らないわけではなくて作れないだとは思いますけどね。大橋がさばいて、またタリックが出てきます。タリック追い越してきました。石原、待ちましたね。石原クロス、ヘディング、池田の頭、0対2リードを広げました。湘南いやいいとこ行きましたね。石原も素晴らしいクロスでした。最高のコースで、これはいつもそうですよね。そうですよ。おっと、奪った、3対1引きつける大橋、左を使った、町野だ、湘南今季初の3得点。鮮やかな速攻完結させました、ベルマーレ。両サイド、そしてプラスサポートもいて、町野も落ち着いて決めましたね、はい、これで今シーズンリーグ戦6ゴールとなりました。戦で初めての3得点がなんと王者相手。さあこれもチャンス、大橋、タリックが来た、タリックだ、連続ゴール、湘南なんと0対4。いやーすごいですね。ちょっとまあ川崎のメンタル的なダウンが心配ですけど、タリックも今シーズンリーグ戦初ゴールです。いや水沼さん、想像もできない展開になりましたね。いや本当ですね、一気ですよね、はい、いいですね。清水から一気に背後、宮城天です。宮城切り返した、宮城打った、谷がよく触りました、はい、アンドロダミアンのヘディングでの落としから小林優です。左から宮城のサポート、宮城、小林、小林優、見事な振り向き球のシュートでしたが、谷の好セーブ。試合終了、ファイナルスコア0対4。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ。Like, subscribe, get push notifications. Like, subscribe, push notifications.